職場に勝間和代みたいなマウンンティングおばさんがいます勝間さんそうなのかなねこんなことも知らないなんてとやたら難しい知識をひらかしてそれが常識といった口調で話すときます。知識系マウンティングこういう人ってどう対応するのがいいですか論破するのもめんどくさいし無視してみたいけど無視以外でその人が知らないことを言うんじゃないですかね。 あの要はその自分が賢い知識があるっていう前提のキャラにしちゃってると知らないっていうことを認めるのがすごく難しくなっちゃうんですよね。なので多分そのその人の知らないことを聞いてって知らないって言わせるとすげえ怒ると思うんですよ。なのでうわ知らないのに怒られたって言ってこう被害者のふりとかするとあの周りの人もクスクスって笑ってくれるんじゃないかなと思います。 既婚、えー、40代で専業主婦にもマウントされますが独身の契約社員や売れない歌手などにも嫉妬やマウントされ経済各社派が見えて悲しいですどうしたらいいえっ、ー、とん、働いてはいるんですよね働いてるけどそんなに収入が良くないんだったらもうあのー、さっさと辞めて専業主婦になるかもっと稼ぐかの委択ですよね要は働いてるけども収入が低いので その働いてる人たちからマウントされるわけでそれだったらめっちゃ稼ぐっていう方向かその専業主婦のなんかお仕事されて大変ですね私働かなくてもいい身分なんですけどっていうのの方にあの羨ましいと思うんだったら働かなければいいだけなのででただあの他人と比較する癖をやめた方がいいと思いますけどね。 いやそのもう40なので、自分と違う人生を歩んでる人の、その人たちの言う、その幸せ話とかを真に受けてもしょうがないと思うんですよね。例えば、そのじゃあ、僕、新橋とかに行って、じゃあ、そのなんかサラリーマンとかが、そのなんか、俺、こんな楽しい人生なんだって言われたとしても、その僕、ニートで家でゴロゴロして映画とか見て、そのなんか、でも収入低いですっていう状態だとしても、僕、それ、羨ましいと思えないんですよね。 別になんかその、あの、家でゴロゴロして、なんかゲームやって映画見て楽しいし、まあ、下手したら生活保護でいいやっていうレベルの生活を多分、まあ僕はあのしがちなんですけど、で、それをなんか、こんなに稼いでるみたいなこと言われても、ああ、そういうの好きなんだな、この人っていうので、あまりなんか、その人になりたいと思わないんですよね。で その、要は自分がやってることが楽しいと思えないから、多分その他人がなんか楽しそうにしてるとか、その他人にこう言われたら、ああ、なんか自分間違ってるのかなってなっちゃうっていうのなので、そのなんか、とりあえず好きなことを探せばいいんじゃないですかで、もしその仕事にそれがないんだったら、さっさとやめりゃいいんじゃないですか結婚してるんだったら、相方が働くっていうのもあると思うんで。 半導体業界で働くエンジニア40歳です。現在仕事はそこそこ認められていて前期の評価も社内でトップでした。給料も十分満足しております。私は技術が好きなので今後も仕事は頑張りますが、特に出世欲はありません。一方、会社にはマウントを取る人はすぐに切れる人なのかたまにより、私は幸せに働くためにはそのような人としては関わりたくありません。えー、私が今後も仕事の成果を出す前提で出世はしなくていいから嫌な人とは一切仕事で関わらないわがままを押し通すのありですかありだと思います。全然問題ないんじゃないですか あの、関わりたくない人は関わらないっていうのは、あの、人生では、あの、幸せに生きるために大事なことだと思いますよ。あの、友達100人できるかなとか、そのなんか、あの、みんなと仲良くした方がいいかなって、小学生の時に言うのは、僕はそれは正しいと思うんですよ。あの、ま、いろんな人と関わって、嫌なやつだと思った人も、関わってみたら本当はいいやつだったみたいなのもあるんですけど、あの、もう40とか、あの、仕事始まると、あの、もう人格は、 完成されてるので、嫌なやつはずっと嫌なやつのままだし、あの、パッと見嫌なやつだったけどいいやつも別に関わんなくても何の問題もないので、あの、もう、こいつやべえなと思ったら関わんない方がいいですよ、はい。